ございます。ありがとうございます。今回ですけども、はい、ちょっととある場所に来てるんですよ、はい、で、ちょっと場所は言えないんですけど、はい、もっちー先生っていうワンピースの考察者の方に会いに来てます。すごいことですよ。僕たちはもっちー先生のことめっちゃ知ってるんで、はい、どれだけすごいことか分かるんですけど、簡単に説明すると、はい、ワンピースっていう一番人気の漫画ですね、日本で、はい、の漫画の考察界でも群を抜いて人気の方がいるんですよ、うん、その方はもっちー先生って言うんですけど、素性が全く分からない。いや、本当に謎なんですよね、うん、本当に謎なんですけど、めちゃくちゃ面白い考察動画を上げるんですよ。 YouTuber の間でもすごい話題になって、ラファさんとか、まあ、それこそ相馬さんとか、うん、他にもなんかいろんな YouTuber の方が名前上げて見てるっていうぐらい、ワンピース好きならほぼほぼとか見るんじゃないかってぐらい面白いとこ上げてるんですよ、うん、その方の住んでるところ、そして活動場所まで今回行けるということで、すごい貴重っすね。だって他の情報が一切出てこないの、ネットで調べても、うん、年齢も分かんない、住んでる場所も分かんない。だから今回ちょっと住んでる場所を制作してもらってます。どこまで撮影 OK か分かんないんですけど、とりあえず本邦初公開になると思います。行けるところまで行こう、本当に。そうですね、僕らも、うん、行けるところまで、まあまあそうですね、できる限り質問して無理な場所はカットしてもらっ て、で今回ね、きっかけがもっちー先生から僕 DM が来まして、はい、ワンピースの考察の生放送をすると、そこに出てもらえませんかっていうのでコラボ依頼が来たんですよ、はい、でもう僕は全然 OK ですと、こっちも撮りたいんですけど大丈夫ですかって言ったら、全然大丈夫ですよってことで、僕無理だと思ったんですよ。いや確かに最初は東京来てもらうみたいな話だったんですけど、はいはい、できればもっちー先生のいる場所に行きたい、働いてる場所が見たいってことで、それ OK が出まして、これ相当なレア映像、大レアだよ、こんなことないですからね。でしかもそもそも普通のそのワンピース以外の話をしてる本日ですよ、あんまり見たことない。あなるほどね、何を食べるのかプライベート、うん、マジで分かんない、分かんない。あの本当にいつもね、ドレッドヘアでサングラスかけて、うん、本当にもう顔も分かんないですよ。いやもうそうだね、身長もどれぐらいか分からん、分かんない、マジで謎の人なんですよ。確かに、そうで声もめちゃくちゃ渋いんですよ。確かに、うん、で声の渋さ異常なんだよ、うん、異常に渋いです。だから俺とか予想だもっと DJ とかさ、うん、あそういうのじゃないとおかしいぐらいの低さなんですよ、うん普通の職業ではありえない。確かに、本当に謎に包まれたもっちー先生の今回は素顔を秘密に迫っていけたらなと思ってます。いやもうちょっとワクワクが止まらない。これ相当ワクワクしますよ。ワクワク、いやこれかなり謎ですからね。まあまあまあ、これ多分めっちゃ気になる人多いと思うし、めちゃくちゃもう本当にレア映像、しかも知らない人にこう凄さを伝えるとすると、あ僕あのメンバーでカルビって言うじゃないですか、はい、それと俺もっちー先生言うまでワンピースそんなハマってなかったんですよ、はい、でしかもそんなみたいな感じなんですけど、はい、見始めてからワンピースまた見始めましたからね。それもっちー先生きっかけで、きっかけで考察がすごすぎて、考察が面白すぎて追いかけるようになったんですよ、ワンピースを。だから実際本当にもっちー先生の考察めちゃくちゃ見やすくて面白い。確かにそうですよね、なんかワクワクさせられる。そうですそうです、だから本当にアチーでございます。アチーでございます。うん、本当にね、もちろん口癖なんですけど、あっちでございますって言うんですよ。毎回言うんですよ。毎回言います。あと、あの僕が絶対今日聞きたいのは、はい、NEXT っていう、あれ絶対聞きたいんですよ。はいはいはい、ワンピース大好きもちーネクス、まあ、声がめちゃくちゃいいんですよ。いやあの生ネクストどうしても聞きたい今日は、うん、あれ撮ってる見たいな、あれ撮ったとこ、あれ見たいな、目の前で見たいですよね、あれ撮ってるとこね、あのあれライブ配信でどこで撮ってるかとかもさ、はい、でも謎なんですよ、謎なんですよ。であんだけのこの考察の情報、うん、どうまとめてんのか、いや確かに、あとどれぐらいワンピース読み込んでるのか、それ気になります。マジでこんなとこ誰が気づくってとこまで知ってるんですよ。確かに、おかしいんですよ本当に、深掘りの仕方がね。そう、ありえないレベルでワンピースの方を知ってるんですよ、うん、でさらにそう予測して、で俺気になるのがこの考察者でどれが稼いでるのか、単純にこう YouTuber っていうジャンルのさらに先の考察者っていう職業なんですよ。確かに確かに、職業も本当は違うことやってるのかもしれないけど、そこら辺も謎なんですよ、まあ、マジで分からないこと多すぎる。そんなもっちー先生を今日は真ん中にしていこうとワクワクしております、はい、ではちょっともっちー先生とのね待ち合わせ場所まで伺いたいと思います。まあ途中ねちょっと道とかはもう多分映せないと思うんで音声だけになる場合があります。そこはご了承ください。じゃあ行きますか。行きましょう。お願いします。お願いします。いやもうどんどん行きましょう。ガンガン進みますよ。ガンガン進みましょう。はい、うん、もっちー待っとけよ。ネクスワンピース大好きもっちーネクス。いやあれおかしい、あれで行こうと思わないもん。で思わないよね。
この低さで行こうとはなんないでしょ。あそこでも世界観を生み出したのがすごいですよね。いやすごいすごい。しかも持ち出でこれちょっとあの話また脱線したんですけど、後発組なんですよね。あそう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 、ね、あそうなんや。考察会の中ではそんなにその最初にいなかったんですか。後から来たんですよ。そうそうそう、黒腕なんですか。そうそうそう、推薦のことが現れてもそう棒抜きみたいな。俺は最初ラホさんから聞きました。ああ言っとったのラホさん。俺もちょっとその見た目はちょっとラホさん似てるじゃないですか。だから俺ワンチャンラホさんファン説もあるんですよ。確かにラホさんは知ってるか分かんないですけど、モンスタージョン TV にどっちかって一瞬もうパッと見え今日ジョンさん OK 今日ジョンさん切り込む。ジョンさんジョンさん別にワンピースの考察者じゃない。いやもうパイオニアだけど、まあ、ジョンさんウルージワンピースのウルージに似てるっていう因果晒しね。さあ因果晒しいやでもジョンさんまあまあめちゃめちゃ炎上してて、だから俺そこも聞きたいですよね。確かにジョンさんがめっちゃ炎上してたんですよ、はい、正直腫れ物扱いされたんですよ、はい、考察者の中、はい、そこでライブでみんなコラボ祭りでジョンさん呼んでるんですよ。そう俺もそう、でもうすごいことなんですよ。そうだから結構尖ってるんですよ。尖ってるし、しかもやっぱそのいい人だと思う。いや絶対そう、でも救ってましたからね。でジョンさんもそれを知らずもういじゃってごめんって言ってワンピース考察してたんです、ジョンさんね。めっちゃしてたんですけど、なんか途中で彼女ができたかなんかで、その彼女を出すようになったんですよ、はいはい、で、ワンピース考察とかちょっとおろそかだったんですよ。おろそかで、ファンがめっちゃ離れちゃったんですよ。そうそうそう、でもそれでもなんかこう尖って、ジョンさん、ジョンさんはもう関係ないんだ、俺やりたいことやるんだっつって、うん、最終的にどんどん落ちていったんですよ、そんな状態でも、もうオワコン化してジョンさんを生放送で上げたんです、モッチー先生は。で、そのごめんですごめんで、それでもう、モッチー先生はだからもうジョンさんは今の話聞くとただのオワコンじゃなくて、もなんだろう、フィギュアをアナルに入れるとかしてるんですよ。絶対もう冒涜してるんですよ、ワンピースを、はい、っていうので、もうワンピースファンからお前何してんだよと、お前好きなんじゃねえのかって言って、でもやっぱジョンさんはパイオニアだから、はい、俺らがいるのはジョンさんのおかげですみたいな感じでモッチー先生がもうここでもう何とか復活させてくださいって言ったら、もうウソっぽのパロってごめんだこの辺見た瞬間、いやこいつやっぱ頭おかしいじゃん。ちなみに俺ジョンさん会ったことあるんですよ。あ、嘘。あれなんでなんでなんかイベントやったっけ。なんかイベントかなんかね、めっちゃ昔して、なんかしてくれた。それが 3,4 年ぐらい前に。他に来たやつ。何かで会いましたね、4年前かな、バズる時かな。喋りやっぱ上手いっすね。あ、上手いっすよね。本当に前です、本当に前に会ったんだ。本当は会ってます。だから会ってますよ、本当に。いじっても大丈夫なんですよ、ジョンさん。あでもどうする、もしかしたらモチ先生のところにジョンさん一緒にいたらどうする。影武者みたいな感じ、ズニー者みたいな、双子説みたいな。モンスタージョンティービー双子説。いやこれなんかジョンさんに、ジョンさんに今話奪われてます。これ映していいんですか。ダメダメダメ、こっち来てもらいましょう。はい、こっち来てもらいましょう。映っていいんですか。あそこならバレないです。あはい、来ました。いいですか。はい、お願いします。来ました。まさかの何にも打ち合わせしないですから。持ち先です。いいんですか。ありがとうございます。すごい笑い方が笑い方本当に何なんですか笑い方が笑い方ナチュラルさん、ナチュラルナチュラル持ち先生なんです。背高いんですよ、今日。まあまあそうです。持ちます。ありがとうございます。出していただきありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。出ましたよ。ただ暑いだけ。すごい、まさかのね、もう先生どうかと登場してもらえると思います。まあ、ちょっとじゃあここ人多いんで、なんか人がいないところに移動しましょう。すごいわ。はい、お願いします。お願いします。いや、もう喋りたいこと多すぎて。僕はじゃあ音声だけでいこう。いやー、はじめまして。いや、はじめまして。すごいですよ。もう謎に包まれたもっちー先生に会うだけでもなんかね、ちょっとね、本当に変な感じですよね。いや、もうなんか怖いですね。なんかその、怖いっすか。やっぱ空想上の生き物がこう目の前に現れちゃったみたいな。確かにね。感じ、なんかちょっと俺ドキドキしてたから、ね、正直、こんな肌白いんだとは思いました。確かに、それはそうですよ。太ってんすよ。いや、なんかガタイがいいのは分かってたんですけど、なんか肌の白さが分かんなかった。確かにね。こんなに綺麗だと思わちょっとなんか外国人の雰囲気出てましたよね。確かに。ここでね、深掘りしようとちょっとね。まあね、ちょっと落ち着いてね、うん、聞きたいことしかないって、こっちは。そう。もう聞きたい、いや、本当ですか。いや、俺でもライブやってるから、はい、ライブやってない時は謎に包まれたと思うんですけど。はい。結構。まあ、結構喋ってますもんね。結構喋ってますし、女好きだっていうこととかも。え？モッチー先生、え？これは最高じゃないですか。それ熱いな。熱いな。熱いでございますね。熱いって言って。熱いです。いや。
ゴールだもん俺。というわけで、改めまして、もっちー先生です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。あー、来た、これ来た。このフードね。いやー、確かに。またやっぱフードになるともう完全体って感じする、うん、やっぱ。すごいわ、やっぱ。で、ここね、どこか言えないですけど、本当にこんな場所で考察してんだってぐらい、どういうか。いや、本当に。びっくりした、俺は。山に囲まれててね、うん、もうなんか本当政府から追われてるんじゃないか。ありえないぐらい細い路地から。確かに。初めて見ましたよ。初めて見ました。バクハザード。そんなひどいっすか。有害じゃないですか。有害じゃないですか。いや、でもあの、でもこれだけのすごい人が住んでるっぽくないっていうのが含めて、なんかちょっとギャップがすごかったっすね。これね、ほんと質問が多すぎて、気になるのが多すぎて、もうどこから聞けばいいのかっていう。確かに、何でも聞いてください。考察のしがいがありすぎるっていう。伏線だらけなんで。確かにね。もっちー先生はどんどん考察しに行きたい。俺たちやっぱり。していきたいよね。すごいっすよ、本当に。まず年齢なんですけど、はい、僕たちより上なのか下なのかって、これって言えるんですか？いや、もう上ですね。上だと。そうなんですね。上なんですね。上だと思いますね。でもめっちゃ若く見える。上だと思います、ね。結構上なんですね。結構上だと思います。めっちゃ若そうですけど、俺同い年ぐらいだと。俺も、俺ワンチャンしたのかなと思って。確かに。あ、本当ですか。あ、俺ね、考察見てる時はなんか上なのかなって思ったけど、あった感じめっちゃ若い。あった感じ若い。なんか好きな漫画とかで、まあドラゴンボール好きとかアラレちゃん好きとかスラムダンク好きとか言ってるんで。ああ、なるほど。確かに。その辺で。アラレちゃん好きって確かに。アニメでアラレちゃんを見とったけど、漫画で見たことないもん。ないね、確かに。漫画でアラレちゃん見たことないよ、確かに。がっつり昔っすね。その辺でご想像いただければっていうぐらい。なるほど。わー、すごい。じゃちょっと交互にぶつけていきます。あー、いいね、いいね。質問。ぶっちゃけめっちゃあるでしょ。めっちゃあるよ。そう、ありすぎてどうしようかっていうぐらいだよ。もうだからありすぎて言うの忘れちゃうとも出てきた。いや、分かる分かる。早く喋んないと。そう、早く喋んない、忘れちゃうっていう。なんかぶっちゃけもう息の時点でちょっと忘れてんだよ。ありすぎて、情報がありすぎて、そう、もうどんどん出てっちゃう。マイスもなんか思いついたら言ってって。じゃあ俺言っていいですか、マイス。職業は考察者だけなのか、それとも他のことしてんのか、これめっちゃ気になった。そこね、そこね。これ専業の考察者なのか。一応会社みたいにして YouTube のチャンネルを運営しているみたいな感じで、ほとんどだから専業に近い。専業に近い。すごいな。ありがたいことに、本当にワンピース様々で。それはいつからなんですか？始めたのが2年前ぐらいで。本当最近なんですね。2年前。はい。で、最初なんか俺エロ系みたいなのから始めて。エロ系の考察者だったんですか？いや、考察というか、まあなんかなんていうんですかね。エロ系の考察。フードコーダー。怖い。怖い。高速大好き。それはそれでバズりそうやしね。それはそれでバズりそうやね。全然ありっすけどね。なんかサッチャンネルさんってわかんないですか？サッチャンネル。女性の方で、例えばこう減らしてる時に、本人先生、もつ。それ大丈夫？大丈夫。あと減らって別に言葉でわかるジェスチャーいらないっす。ジェスチャー入れたんですけど、言葉で言わないでジェスチャー表現しようかなと思ったら言葉も出ちゃった。なんかそんなわからんな。そのサッチャンネルさんがバズってて、要するに性のことを異性とかに伝えるようなチャンネル。本当はこういうことを思ってますよ、女性はみたいなのを。なるほどなるほど。やったやってて、でそれの男バージョンみたいなのをこう行けたら行きたいなみたいなので。女性に向けて、で男性は、あ、分かる分かる、あるあるっていう感じ。なるほど。でも鳴かず飛ばずで全然ダメで。YouTube 自体はいつから始めたんですか？その YouTube 自体がその2年前です。2年前にそのエロ系やってみようとしたけど無理だって。2年半ぐらい前です。無理で半年ぐらいとか3ヶ月4ヶ月やって、で時事ネタもちょっと俺。そんな過去あるんや。そうなんですね。で、ワンピースをそこから始めて、2年前ぐらいからワンピースを。でもなんかほんまにそのエロ漫画家がいきなり少年誌で売れるみたいな。そうなの。そんな感じですよね。そんなことありますもんね。逆に滑ってよかった。
ったっすよね。あ、今思えば、今思えば、そうかもしれないです。でも俺もなんかそのイメージあって、なんかこう、うん、本当に黒船のように人気になったイメージ。うん、確かに。なんか最初いなかったけど、いつの間にか考察会の中でなんかこう突出して人気になってて、ユーチューバーなどでも急に人気になりだして、なんかこう話題になりだして、うん、TikTok 上でも出始めて、うん、いつの間にかこう登録者めちゃくちゃ増えてたっていう。はいはいはい、なんかありがたいこと。それも自分の中で計算通りなんです。それともこんなこと。いやいや、全然計算通りじゃない。あ、もうやりたいからやってたらみたいな、やりたいからやってたらっていう感じです。天才タイプだ、天才タイプだ、すごいわ。そしたら僕ちょっと聞きたいのが、はい、そもそも YouTuber 見てたのかっていうのと、はい、あとやっぱ明らかにちょっとラバさんとフォルムが似てるんでラバさん好きなのかっていう、ラバさんオマージュなのかっていう話なんですよね。ラバさんオマージュ、 YouTuber まず、はい、ほとんどあんま見てなかったんですよ、ね、あ、そうなんですか。あんま見てなくて、でも友達みたいなのは、まあ、YouTube である程度成功してる人がいて、そうなんですね、まあ、これちょっともう、はい、言えないんですけど、で、その人がお前も やれって言ってくれてっていう、言えない人なんですか。結構有名な方。いやいや、そうなん、有名だけど、まあ、言えない、世間で言えない、チョイキ太郎さんとかそういう可能性があるんですよねその可能性はあるよね。アドバイス受けて、はい、やって、そうなんです。このワンピースに行こうと思った理由は何なの？単純にワンピースが好きやったんですか？もうまず好きなものじゃないと長続きしないっていう、こうアドバイスがあった。だからエロか。一番がエロだったんで、好きなの。ワンピース超えてたんですね。エロが始めて、はい、でまあ、ワンピースも大好きだから、考察っていうのは、もう俺、なんか、考察が YouTube で始まる前からずっとあったじゃないですか、はい、ワンピースって、なんかいわゆるコンビニに本置いてあって、はい、ありました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 、あんなんずっと俺見て、でも自分がさも思いついたかのように友達に話すみたいなのが、ずっとやってて、はいはい、で YouTube 上に、まあ、考察、まあ、これちょっとあんま角が立つから、はいはい、YouTube 上に、はい、そこまでガチなこう考察って、なんかないなと思ったから。あ、それもじゃあ、ジョンさんのことですよね。あの考察本を見てワクワクした、あのワクワクは YouTube 上では味わえないなと思ったから、なるほど、それで自分が作ろうと。そうですね。でもあの編集スタイル、はい、あれどうやってあれ生まれたのかっていう、確かに確かに、あのネクストとかね、ネクスト、あれちょっとあれどうやって生まれたの、なんでもうご存知いただけてることだけでもうあれですわ、いや、あれは最初まずワンピースのチャンネルを、考察チャンネル始まるって時に、はい、キッズだろうと思ってたんですよ。ああ、見てる、はいはいはい、いわゆる視聴者ってキッズが多くなるんだろうなっていう、はいはい、今で言うとあのキッズほとんど俺のチャンネルっていないんですけど、はいはいはい、でそれで初めて作った編集、俺やったこともなくて、はいはい、で初めて作ったのがあのジングルとかっていう、なんかそんな感じで、じゃあ元はキッズ受けを狙ってってこと、キッズ受けでなんかダサいみたいな、あ、なるほどね、いやだから正規さんの CU ネクストとかだった、あーそうか、正規さんの CU ネクストが取ったってことか、それにしては低すぎないあのネクストあれ俺らもちょっとオープニング出たんですけど、一回生ネクストだけ、あ、確かに確かに確かに、あれ言えるんですか、言えるんですけど、まあ、ネクストって言う、すごいすごい、すげえすげえ、じゃあそれを風俗で言ったら多分風俗大げさって言うんですよ、大げさ、いつ風俗だから次だからシャワー浴びてください、風俗シャワー浴びてください、じゃあプレイ始めます、スタートすげえ、すごい、あ、やっぱこれ地声なんですね、地声でいい、カッコじゃないんですね、でも声がいいんやろな、本当に喋り方と、いや、これはだってなかなか出せないもん、うん、あのネクスト、あの、ここからやっぱりおしゃべり好きで、うん、友達に考察話をしてたっていうのがやっぱ、うん、ベースにあるんでしょうね、そうですね、なんか続き聞かせてくれっつって5000円払ってくる友達がいましたよ、ね、あ、じゃあ、いや、受け取るね、受け取る、そうそうそうなんです、続き聞かせてくれって、ね、話すのがうまいですね、いや、うまいね、あそこまで深掘りするのは昔からなんですか、それともやっぱり動画やるってなってあんな深掘りするようになったんですか。あ、そうですね、動画やるってなってあの考察初めてやってみてみたいな、なんかそんな感じですね、めちゃめちゃなんかそどこから引っ張ってきたんだみたいな、それが確かに、あれなんかまとめてるんですかデータみたいな、そうそう、でもノートになんか細かい一つの考察にそれ一個一個じゃなんないみたいな、ここはここオマージュじゃねえかとか、うん、そのノートって僕たちだけに見せてもらうことできるんですか。いやいや、ちょっともう企業秘密で、これはすごいな、すごい、絶対見せる、秘密のノート、秘密のノートがあるんで、すごいな、それは、まあいろいろこう、これは何々神話、これは宗教の何々とかっていうのがバーって書いてあって、で最新話の情報が来たら、あ、これとこれとこれ使えるわみたいなので、こう、これまでこう考察
するし、なるほど、なんかそんな感じで。もともとだから神話とか詳しいわけじゃない、そうそうです、あの神話とか別に詳しいわけじゃなくて、それも調べていってるんですね。調べていって多分この神話だとか、なんかそんな感じなんです。すごいわすごいですかね、すごい情報量ですもん。だってワンピースやばいじゃないですか。やばいんすよ、マジで。マジで、マジでやばいです。いやもう本当、少年誌とは思えないで深い。確かに確かに。そのなんかこう ライトな楽しみ方もできるし、うん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 、でワンピース考察会っていうのがあるように、うん、もう突き詰めていくと、いやもうこれなんかの宗教と一緒だぞとか、まあ、何これは何々オマージュなんだとか、うんうん、そういうのを調べていくと、で最近で言うとなんかあの小田先生が SBS で考察系 YouTuber ってご覧になってますかっていう、はい、SBS ってあの何ですか、はい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 、小田先生が質問のハガキに答えるみたいな、はい、でそんなハガキを紹介してくださってて、はい、で俺の肌感覚なんですけど、はい、なんかこう考察者と小田先生の戦いがあるんですよ。あー、で例えば何かの悪魔の実、例えばヤマトの悪魔の実みたいなのは、はいはい、まあ、こうヒントが出したら考察者がブワーって、はい、出すじゃないですか、はい、これ予想を。でこの中からこれを外すような答えが出てくるみたいな、なんか水面下でこう、まあ、そうですね、小田先生との戦いみたいなのがあって、こう知れば知るほど入ってきてくださいっていう、ぜひ皆さんもっていう。いやその、はい、考察者がしてこれ明らかに外しに来ただろうみたいなのもあるんですか。ありますあります。あ、もうこれ絶対これだったのに絶対変えてるって言ってた。ありますあります。あるんですか。あ、もうほぼ確ですか。それはもういやもうほぼだと思うんですけど、ね。いや分かんないですよ、分かんないですけど、いやもうみんなこうなんですかね、カーブとかシュートとかみんな待ってたんですけど、敬遠とかまで想像してみんな、はい、こう考えてたんですけど、投げた球が消える魔球とかありますよね。そんなのありって、やばいですね。でも本当小田先生が連載を書き終えた後に持ち勢の対談とかしたらやばいですよね。そこでね、夢ですよね、夢の一つですよね、それね、していただけるなら夢の果てやな。いや夢の果てめちゃめちゃ詳しいでもそれすごい見たいね、確かに、うん、うわ、ね、ちなみに小田先生に一つだけ質問できるとしたら何ですか。これはもうライブとかでは俺よく言ってんですけど、ファイナルファンタジー4をプレイしたことありますかっていう質問をぶつけたいんですよ。それなんでなんですか。ファイナルファンタジー4っていう物語がとにかく月、最初地球みたいなところで始まっていくんですけど、はいはい、最終的な物語って月がめちゃめちゃ重要になってきて、はいはいはい、で月に住んでた月の民とか、はい、月の民と青色の民のハークの子が実は主人公セシルっていう物語なんですけど、はい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 、でこれとかもし小田先生がプレイしたことあるんだったら、はい、これワンジャー使ってんじゃねえのっていう。ワンピースも、まあ、月が関係してるって言われてますよね。だから要はルフィが月の民とのハーフなんじゃないかっていう。でハーフで D っていうのはその、うん、あ、ハーフ半月の、ね、半月の考察が、まあ、有名な考察があるんですけど、だから小田先生に答えを聞きたいじゃなくてヒントをとりあえずもらって考察したいみたいな感じなんですよ。あ、それでも考察したい、考察をしたいっていう。で答えを知りたいわけじゃない。答え、ワンピースの正体は何ですかは聞きたくなくて、自分で出すんですけど、正解入っちゃったなりきってるじゃないですか。でも終わってほしくない気持ちがありますよ、ワンピース。めちゃめちゃ終わってほしくないです。全然終わってほしくないです。確かに終わっちゃったらだって考察とかもうね、確かに考察もできないし、そしたら本当に風俗考察になっちゃうからそれから本当にもうワンピースの終わった後の世界を考察していくとか、そういう世界観なんですよ。そうですね、確かに確かに。ありますよ、もしかしたらドラゴンボールとかでもなんか本当に中国とかでは終わってるのにもっともっと先進めてるみたいな、はいはいはい、なんかオンラインゲームではなんか本当ストーリーあるみたいな、はい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 、ああいうのもしあるかもしれないですもんね。いやちょっと行きたいですね、そこで。僕はでも結構最新のあの単行本以外のジャンプも読んでて、うん、最近こうジャンプで追ってて、はいはい、あの4校が新しいの出たじゃないですか、見ました、はい、見た25巻の表紙に載ってたじゃないですか、はい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 、あれの右側に親方が載ってるじゃないですか、はいはいはい、めちゃめちゃ詳しいな、ガチですねただのガチですね、うん、いやその25巻の表紙が現4校ない、はい、全員揃っとって、そのただ親方が一人でなんかよく分かんない親方が真ん中でこうヤギが神食ってんの、はい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 、で神はイコール神なんじゃないか、あそういうこと、神を食った悪魔なんじゃない、あヤギって悪魔を表してるんですよ。ああ、そういうことか。だから全員そこの4校は神の悪魔の実を食ってる。なるほど。口座まで出てるんですよ。要はルフィが2巻でしょ。2巻でしょ。すごいね。そう。だからバギーとティーチとシャンクス。え、バギーはワンチャンなんじゃないか。でも横に親方持ってるの、これは謎だなってなってるんですよ。うん。だからこの親方が何なのかっていうことだった。いやもうただのガチじゃないですか。俺の出る幕ないじゃないですか。何なんですか。
その25巻の表紙がこの4個になるんじゃないかっていうのも結構言われてたじゃないですか、はい、ああいうの最初に気づく人ってヤバくない、うん、やばいです、ね、いつ頃からなんですかあれ。結構17年前ぐらいなんですよね、25巻の表紙があった、すごいよな。今103巻とかあったんで、もう75巻前にはもう4個決めてた可能性あるっていう。うわ、でまあちょっとここから深掘りする、そこを深掘りするとしたら、深掘りだ25巻の表紙が今の4校、新しく決まった4校になってるっていうことが今騒がれてるんですけど、はいはい、俺が考えたのはこの25巻にじゃあ何が描かれてたかっていう、はいはい、ヒントがあるとこ、そうです、ここにヒント、小田先生ここで完結しないでこの中をこう調べていくのが楽しくて、でここってめちゃめちゃ重要なストーリーがいろいろあるんですよ、はいはい、まあ、白ひげ初登場したとか、シャンクスが白ひげの船に行くところとか、五老星初登場で、ドクラリンゴとクマ初登場、黒ひげが1億の首を狙ってどうみたいな、ついに動き出すみたいなのが25巻なんで、今それを出してるってことはこの後の最終章のストーリーが25巻のストーリーのスケールアップみたいな形になるんじゃないかっていうと、この25巻に意味深な駒として空島行く前に雲によって昼間だったのに夜になるっていう描写があるんですよ。でこれでじゃあスケールアップするとどうなるんだって言ったら、やっぱ黒ひげが世界を全部闇に包むんじゃないかとか、そっちに行くんじゃないかみたいな、覚醒させたってことですね。そうですね、なるほど、それそういうのを考えていくと、25巻もう一回読み直すとやっぱめちゃめちゃ楽しかったですね。その闇をまたルビーが晴らすみたいな、晴らす太陽の神で、も冷静に表紙にまでヒント残してるってやばい、やばいですよ。表紙から何から、あのだって1話ごとの表紙もあるじゃないですか、扉、あそこにまでヒントあるじゃないですか、めちゃめちゃある、めちゃめちゃある、それが怖いですよね。怖いです、怖い、小田先生すごいですよ、どうなってんのか。いや確かに、しかもそれをだから最初からもうほぼほぼ、そうなんですよね、ある程度進みちゃ考えてるってことじゃないですか、うん、それどういう、あとパターンとしてもう少し冷静に考えると、はい、小田先生が種一応まいといて、例えば種としてそういう扉を意味深に書いといて、うん、これを後から回収するみたいな、回収しないかもしれないし、するかもしれないみたいなので、こう描いてるパターンもあるし、でもまあ25巻のは絶対こう考えた上でのことだと思う。すごいよなマジで。いやもうめちゃめちゃすごい。面白いやなマジで。でもそれをまだ怖いのがワンピースのナイトソンの人もいるわけじゃないですか、はいはいはい、それを知らないって人はもったいないですよね。もしもただ普通にワンピース楽しんでるだけの人だったら、もっと楽しめますもんね。もっと楽しめる。それを持ち先生が広めてるのがやっぱすごいなと思う。そうなんです。この動画でも多分結構いると思うんだよね、ワンピース見たことあるけどそこまでのストーリーだと思ってないみたいな、はいはいはい、そうなんです、ね、めちゃくちゃ深いですよね。なんかその考察チャンネル見てたそう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 、俺も考察者の人を見るようになってから、あそんななんだってなったから。でもすごいのはやっぱこんだけ深い話にもかかわらずライト層も取り込める漫画っていうのが、それがすごいですよね。ありえないじゃないですか、それがすごいこのハイブリッド。確かに確かに、普通ちょっと拒否反応出るもんね。そうなんですよね、マニアックになりすぎちゃって、そう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 、小難しくなりすぎちゃってがあるんですけど、こっちも楽しめるって確かにすごいっすね。で今1ヶ月救済っていうのが、最終章に向けてのあれですね、最終章に向けて1ヶ月救済っていうのを公式から発表されて、はい、まあ、今1ヶ月の救済期間なんですけど、ここを終えて最終章に物語は進みますっていう、もう公式から最終章という言葉もドンってきてるんで、もうアラバスタ編で読むのやめちゃった人、空島編で読むのやめちゃった人とかいっぱいいると思うんですけど、はいはいはい、今こそ戻ってきてくださいと、今ここで読んで一緒に最終章見ましょう、最終章やっぱリアルタイムで楽しみたい、最終章ね。そうなんですよ、ワールドカップみたいなもんですから、ね、まあ、確かに確かに、ワールドカップみたいな録画じゃつまんねえだろうっていう、しかも1ヶ月空いてるっていうのもチャンスですよ、もうないってことですよ。多分聞いてますか、佐々木さん空島で泊まってる佐々木さん確かに空島って結構泊まりやすい、泊まりやすいですね。空島泊まってる佐々木さん以外にも2人ぐらい知ってます、正直。空島だと月光守屋でも泊まりやすいですね。結構ね、あの若干確かあそこ泊まるんやな、あのトライアングル。確かに、いや確かに、でもそこからね、まあ、やばいですね、やばいですよね。ちなみにもう前さん見てるんですか、ちゃんと。でもその最新まで置いてないです、僕は。単行本の最新は見てます。あと、それで言うとワンピースがもう終わるわけじゃないですか、終わった後どうするかってもう決めてるんですよ。それも気になります、ね、はい、あ決めてないんですよね、いやなんか何したらいいか教えてください。何してたんですか、 YouTube やる前は。やる前はまあいろいろやってました、友達の会社ちょっと手伝ったり、人関係とか力仕事とかもやったりして、いろいろやってて、いやワンピース考察者全員どうするのかっていうのはもう謎ですもんね。そうなんですよね、まあ、例えばその小池チャンネルさんで言ったら都市伝説と両方やってるみたいな、やっぱ相性いいじゃないですか、だからそういう都市伝説系に行く人とかも、都市伝説めっちゃ向いてそうだもんな、ね、もち先生都市伝説聞きたいしね、声がいいし喋り方がいいから結局何やっても面白いですもんね。確かに確かに、なんかそう都市伝説行くかじゃあ早いな、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 
ょっと考えるじゃないですか。でもやっぱワンピース以上が大事なんですよ。ワンピースほど考察しがいのある漫画ってなかなかなくないですか。うん、そうですよね。だから俺が見るのはハンター×ハンター。ああ、まあハンター×ハンター進まないから。ハンター×ハンターって進まないけど、今でも考察めっちゃ伸びてるんですよ。まあそうなんですね。止まってるのに考察伸びてるんですよ。確かにね。今のあの課金のところ辺も伏線めちゃめちゃくちゃあんねん。いや、しかもあれむずいんですよ。ややこしいんで考察者の需要めっちゃあるんですよ。説明してくれるから。うん、俺ハンター×ハンターあんま知らないですよ、ね。あ、そうなんですか。もう本当ワンピースぐらいしか知らなくて。逆に漫画そんな読むタイプじゃなかったんですか。そんな読むタイプかな。ハンター×ハンターとワンピース並ぶぐらいね。深いっちゃ深いですね。うん、しかもあれ俺考察者とたまに見るんですけど、はい、ほぼ同じこと言ってるんですよ結構、でも見ちゃうんですよやっぱり。まあファンターっておもろいもんね。どういう考察があるんですかファンターって。展開予想なんですか言ったら。いや、あの展開予想ももちろんあるんですけど、はい、展開予想というよりかは能力とか、はいはいはい、能力のもう複雑なんですよめちゃめちゃ、はいはいはい、そこで、ね、分かりやすく解説しますとか、そうそうそう、説明とか、うん、もちろん伏線も結構あるんですけど、はいはいはい、あれはこういう意味だったから、そう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 、でもどちらかというと能力解説がめっちゃ多いですね。確かにな。やるかやるかいや、あとなんかちょっと考えてるのは、はい、あの教育じゃないですけど歴史とか神話とかその辺をこう分かりやすくワクワクできる感じでこう、確かに確かに、あの言ってあげるとかも考えてるんですけど、確かに教育系は向いてそうですね。しかも教育系やっぱ YouTube さんがね、うん、YouTube さんがめっちゃ推してるんでやっぱり、あ、需要ありますし、まあ、正直あのめっちゃ高いじゃあこの考察の最高月収っていくらぐらいだったんですか。言える範囲でね。言える。ベリー、ベリーでます。ベリーさん。ベリー、ベリー。検証金で言う。検証金で言う。検証金で言うと。じゃあ単位はじゃあ、あれ、多数は、多数というか、ゼロは切ります。あ、ゼロ切りましょう。はい。1、2。ああ。ワンピース、ワンピース。ワンピース、ワンピース。なるほど。ガチででも1、2、0、0、0は何とか。わかんないですけどね、はい、なるほどなるほど、いやそれは1200万かだってそれしかないでしょ。すごいっすけどね。すごい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 す、聞いたことないですよ本当に。案件とかもないわけじゃないですか。いや、そうなんですよね。すごい、それで行くってすごいやばいっすよ。だからもう多分回ってるのと、うん、あとやっぱ怖いぐらい長いライブ配信怖いぐらいもう狂気でしかない最近でもあのライブ配信の方に行ったじゃないですか、はい、あれなんでなんですか。俺、僕はやっぱその編集された動画の方見やすいんですよ。はい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 、結構そういう子多いかなと思うんですけど、うん、いやめちゃめちゃ多いです、うん、それはやっぱ何に言われたの。理由としてはしんどくなったのか、はい、なんか狙いがあるんですか。会社でやってる以上なんか従業員給与とかって、はい、あのメインチャンネルの動画って、はい、そうそう、なんかあの台本作るのにめっちゃ時間かかったり、なんか安定してなくて、なんか妥協すればポンポン出せるのかもしれないですけど、妥協なんかしたくない感じがあるんでってなるとめちゃめちゃ安定しない感じになって、その安定した収入みたいなところでライブして切り抜いてみたいなのをして、で自分に時間作ったらメインチャンに集中したいと思ってる。なるほど、はい、そんな感じですね。しかも短いですもんね、本編も言うて。そうなんですよね。だからあれでやっぱ稼ごうってなったら難しいと思うんですよね。だから僕、逆に言うとあのサブチャのモッチ見てるんですよ。なんでかっていうと、あっちの方が僕は見やすいんですよ、はい、あのもちろんあっちの本編も好きなんですけど、やっぱその本編ってやっぱ圧がすごいんで、はい、あの なんかしながらとか見にくいんですよ。こっち集中しなくちゃいけないんで、だから料理してる時とか聞く分には俺サブチャの方が好きなんですよね。そうなんですよ。だからあのライブ配信はちょっときついっすね。怖い怖い、怖くなってくるでしょ。怖くなってくるんで、あれやばいっすよ。すごいっすよね、なんかあれね、ずっと喋り続けてますよね。全然話足りないってないんですけどね、あれでも。全然話足りてなくて、全然疲れてないんですよ。なんかワンピースの結構な長時間やってますよね。12時間かな、12時間でアーカイブできないじゃないですか。もう大原の学者集まってんのよ。あと、ワンちゃん掛け武者いいんじゃねえか説もあるんですよ。とか言ってね、全然あり得るじゃないですか。いや、そうですね、はい、なんか便所も水も飲まずに12時間やりきったことがあります。12時間ってやばいな。全然疲れてない、あ、俺ノーダメだわ今日もみたいな、ライフ満タンのままいつも、見てる方がもうライフ削れてきますから。
本当ですよ。あれすごいですよね。すごいわ。そうなんですかね。じゃあもうずっと喋れるタイプなんですね。なんかずっと喋れますね。なちなみにこう先生の事業何人ぐらいの人雇ってるんですか。3、4人とかで、まあこうリモートみたいなのであの、やってもらってるみたいなのが、結構だから規模大きいやな。大きいですね。これ絶対に多分使えないと思うんですけど、はい、こっちにボードがあって名前に気になったのがあのメンバーで黒ハンニャって知ってるか分かんないですけど、使えない、いや使える使える使えないですか。あの黒ハンニャさんは黒ハンニャさん黒ハンニャさんいるんですか。これあのうちのチャンネル結構おなじみなんですけど、あのツイッター上であのファンアートみたいなのを、はい、書いてくれる方がいらっしゃって、でめちゃめちゃうまくて、でその名前が黒ハンニャさん で、スカウトをしたっていう、なんかそんな感じ、ね、そうなんですね。いや黒ハンニャって絶対なんかつっちゃいけないのかな。やべえやつやべえやつ。ちゃんと黒ハンニャ休むんだ。黒ハンニャ研修って書いてるから黒ハンニャ研修中なの。結構ね、会社っぽい。そうなんですよね。ちなみに、はい、髪の毛あるじゃないですか、はい、これはウィッグなのか、それとも地毛なのか。いや、これはあのずらっす。あ、ずらなんですね。ずらっす。まあ、それはこれは、ずらじゃない方がいい。ずらじゃない方がいいですかね。いやいや、ランディングいや、ブランディング、そこは気にするでしょうね。どっちがいいですか。いや、どっちがいい。でもしんどいですよね、これしっかりずらじゃない。いや、もうそうなんですよ。そうですよね。もう配信終わった瞬間にあーって、だって今もう汗だくだもん。だって暑いっすね。もうちょっと汗かくんだと思って。いやいや、めちゃめちゃかきますよ。まあそれ暑いよ。暑いでしょ。前津さんなんか聞きたことある、持ち先生に。いや、だから普段の生活とかも気になりますよね。趣味、趣味みたいな。趣味ね。あ、普段はいや、もうほとんど趣味とかまあないくて、ずっと、いや、ここちょっと映しても別にいいですけど、はい、いや、はい、ここ今ソファーじゃないですか、はい、ここで寝て携帯見ながら台本作ってるか、はい、そっちで、まあ、パソコンやってるかみたいな、ずっとこう行ったり来たりみたいな感じです。ほんと趣味兼仕事なんですね、これ。そうですね、ワンピースが。ずっとやってますね。ちなみにワンピースはもう毎日読んでるんですか。いや、もうほとんど読んでないし、もう頭が全部入ってる。うわね、それも才能さ。勉強とかやっぱ得意な方でした、ね、正直。いやいや、全然ですよ。全然国語とかちょっと好きだったぐらい。情報量も膨大すぎてな。確かに、何回読み返しても新しい発見あるんですよね。いや、ありますありますあります。だからもうワンピースはもう入りきらないけどな、ね、何回ぐらい読み返してるんですか。確かに。でも通算いや、わか1000回ぐらいですから。わかんない、いや、わかんないですけど、はちょっとずっと読んでます。それはもう、それはもう多分読み返す必要ないですよ。確かに。は入ってはもう覚えてないキャラの名前とかもほぼないってくる。いやいや、でも確認のために読み返すみたいなのは、あ、はい、これなんだったっけ、ね、みたいな。さあ、ストーリーを追うっていうのはあんま体験してないからな、これ。だから多分いろんな人に聞かれてると思うんですけど、はい、その1000回読んだ上で一番好きなキャラって何なのかっていう。ああ、一番確かに、ね、予想しません、ね、予想。ああ、いいね、いいね。もっち先生やっぱ熱い、熱い。え、これは正直結構意外なところなんですか、それとも王道なんですか。いや、まあ意外っすかね。意外っすね。熱い人ですよね。熱い人、熱い人ですよね。もちろん熱い、熱いね。俺ちょっとじゃあ1個言っていい、はい、せめていいよね、はい、俺じゃあもう銀とか。あー、まあ熱いっすけど、ね、いや、銀は熱いっすけど、ね、全然響いてない。本当の初期のね、出てきて、後でいつか出てくるって言われてて、まだ出てきてないっすね。ずっと出てくる説あったよね。ずっとありました。銀出てくる説あったよ。いや、ありました、ありました。仮面のキャラ出てくると絶対に銀説必ず出るっていう。僕はバーソルミュークマ。あー、まあ、もう熱いな、確かに。あー、なんかいやー、熱いね。クマも熱いっす。いや熱いけど、まあ俺一番ではないっすね。いいっすか、言って。はい、はい。もうトムさんです。トムさん。あ、でもトムさんね。ランキーのランキーの師匠の師匠ね。あ、でもトムさんでもあっちですよね。確かに。めちゃめちゃあっちですよ。それ聞いた。確かにトムさんあっち理由なんですか。男ならドンとやれがまずあるんです。それがもうあっちじゃないですか。男ならドンとやれで、ロジャーの船を作った罪をで死刑にされそうになるんですけど、俺海列車作るからっていうのを断言して罪を、まあちょっと一瞬刑期を延ばして海列車を完成させるじゃないですか。完成させた時に、え、めっちゃマニアックな話ですけど、はい、いいですか。で、海列車が完成しました。で、アイスバーグがそれを見て、人のなんかこう波があんまり芳しくない、その初日、はい、え、これ大丈夫かな、トムさんって言ったら、はい、そのトムさんの名、俺が一番好きな名言なんですけど、はい、やれるだけの
のことやったら男がどんと胸張ってりゃいいんだアイスバーグっていうのがあるんですよ。はい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 。もうそれとかが熱い。やれるだけのことやったら、まず男臭い感じが好きやん。男臭い感じがとにかく大好きなんですよね。確かにこういうのって結構好きなキャラいろんな人に聞くんですけど、やっぱちょっと自分に当てはまる人が多いんですよ、はい、結構好きなキャラって、ね、はい、まあ、例えば光だったらまあキングダムだったらカンキでドフラミンゴとかも好き、まあ、俺ドフラミンゴ好きなんですよね、はい、で僕もコビーとかやっぱガイモンとか好きなんですよ、はい、でなった時に、いやでもそうっすね、そうです、でなった時にやっぱちょっと感あるもんね、確かにね、感あるもんね。でもトムさん好きって人はまあ、まあ、ほんまに100人おらんとこマジでめちゃめちゃ熱いっすよトムさん、やすごいっすね、なんか本当に好きな、それだろ、ハンニャバルも好きそうやな、ハンニャバルね、ハンニャバルもいいっすよね、確かにいい、俺も好きかな、自分なりの正義を、そうそう、ドセイロンいますもんねあいつ、ドセイロン言うんですよねあいつね、ルフィに対して確かに誰も文句言えへんドセイロン言うんですよねでもなんかああいう人いないもんね、意外と少年誌にあんまいないキャラだよね、ああいう一応敵キャラだもんね、ルフィ側からすると、はい、でも敵キャラの反論もしようならドセイロンいいじゃないですか、はいはいはい、あれがすごかったっすよね、でもなんかこう画期的というか、うん、敵が正義で、うん、こっちの味方が悪みたいな、うん、いや、うるせえ、俺はエースを助けに行くんだ、うん、のと、いや、海賊はあのここで捕らえないと、うん、あの市民の方々が、うん、そうだね、市民の方々あれすごかったよ、あの逆、こう、なんですかね、うん、反転が、しかも、もう絶対いいやつなんですよね、絶対いいやつなんですよ、絶対いいやつなんですよ、普通にかっこいい、確かに好きかも、言われてみればいいですね、あのシーンめっちゃ TikTok でバズってましたよ、あ、そう、あれはかっこいいもんな、確かに、あと俺ドフィーめっちゃ好きじゃないですか、うん、ドフラミンゴ、やっぱ再登場期待しちゃうんですよ、あ、正直あれで終わりじゃないと思うんですよ、まあ、ドフラミンゴ正直終わりじゃないです、まずそもそもサングラスの下、はい、目がない説あるでしょ、片目だけ、片目だけない説、うん、はい、片目だけない説ある、あのドクロマークのこっちバッテンあるの知ってます、ああ、それドフラミンゴの海賊の、そうなんや、ドフラミンゴの海賊機、てかその基本的にワンピースって片目がない、その片方バッテンの海賊機みたいなのが結構出てくる、マーク出てくるんですよ、それが最終的にこう関係してるんじゃないかって説あるんですよ、目を生贄に捧げてっていうのあるんですよね、めちゃめちゃ見てくれてる、それで言ったらじゃあ例えばゾロとかもゾロも、そうそうそう、まあいろいろあるんですよ、そうなんです、あ、そう、シャンクスもか、そうなんです、左目に傷とかっていうのがまあいろいろ多いんですよね、多くて、でルフィも言ったら、物語の最初にこうやって、はいはい、まあ、目じゃないんですけど、はいはいはい、目の下なんですけど、はいはい、こうやってるみたいなので、確かに傷ついてるわ、ワンピースって北欧神話オマージュって結構あるんですよ、はいはいはい、北欧神話のロキとかっていうのが出てきてたり、はいはい、オーズとかっていうのが出てきてたり、はいはい、で北欧神話の中でオマージュされてないのがミーミルの泉っていう、泉なんですけど、はい、これがこう神のオーディンが左目が右目片目をこうその泉に捧げることによって予知能力を手に入れるみたいな、こんなん絶対に太田先生好きそうな、確かに確かにめちゃ好きですね、で、まあマリー城の国宝みたいなのがあるんですけど、うん、それがだからそのミーミルの泉オマージュなんじゃないかなみたいな考察をさせていただいてっていう、じゃあその能力のキャラがもしかして出てくるかもしれないっていう、そうそう、左で眼帯の海賊が最終出てくると言われてるんですね、出てくるって、その眼帯の海賊とそのミーミルの泉と、はいはいはい、で、まあ、ドクラミンゴはサングラスの下どうなってるんだ、最後まで分かんなかったですもんね、結局ね、そうなんですよね、倒された後に一回外れたんですけど、そうなんですよね、結局分かんねえのかいみたいなのがあったんで、なるほど、どうなんだ、眼帯の海賊誰なんだっていうのが、まあ、最近ね、五老星が叩かれてるんですよね、あ、そうそう、無能星、無能星無能で、確かにこれさえあれヤフーニュースで書かれたから、あ、そうなの、そうです、あのヤフーで見たら五老星が無能すぎてバカほど叩かれてるし、なんか最初に出た時ってもっとかっこいい人たちなのかなって俺ちょっと思って、聞きながらかっこいいのかと思って、うん、最近の失態たるやん、うん、いや確かに俺も思ったんですよ、だってあのルフィが暴れ回ってるの何度も見てきたわけじゃないですか、はい、あいつがゴムゴムの実食べてるって分かってたわけじゃないですか、はいはい、でゴムゴムの実は2巻見たってゴロズしてたわけじゃないですか、はい、めっちゃ放置しとるやん、めちゃくちゃ放置するやん、ほぼ白の最初に確認してあかんって言っとった、そう、まあ、ゴロズフォローすると800年間誰も覚醒させてなかった、まだ覚醒させないだろう、まあ、大丈夫だろうっていうこのまあ油断ゴロズ油断ね、油断だろう運転、それでこんな感じだろう運転、だろう運転しすぎてて大丈夫だろう、ミカ現れないだろう、かもしれない、かもしれない、覚醒するかもしれないで言ってたら、もしかしたら防げてたかもしれない、だろう運転だな、完全にゴロウ星、ゴロウ星だろう運転、実際これ皆さんがゴロウ星って強いのかっていう、まあ確かにね、これもちょっとこう考察会では結構あるじゃないですか、実際
あのこいつ強いでしょ絶対。こいつ強いね。こいつ。俺あのガンジみたいなやつ強そう。ガンジのやつ、ね。はい、あの剣持ってるやつ。あいつがだからね、鬼鉄の持ってるとか言われてますよね。めちゃめちゃ知ってんすね、もう本当に。そう初代ですか。そうですね。三代鬼鉄、二代鬼鉄まで出てて、初代鬼鉄が出てなくて、はい、でこの鐔の形とか鞘の形とかっていうのが、はい、あのゴロスが持ってるやつ。だからあいつはめちゃくちゃ強いんじゃないかって言われとって、でも他のやつ結構ね強そうじゃないじゃん。強そうじゃない。そうっすね。あんちゃんでももう全員強くない説も出てきてるよね、もうね。期待はできないじゃない、ね。もう正直ね。だってもう強いやつってあんな感じだ。赤犬とかあんな感じなんないじゃないですか。天王やなんないじゃないですか。正直。なんかちょっとなんかそのもう焦ってる時点でダサいじゃないですか。正直。なんか強いとちょっと冷め、なんかあのブレーンでやってほしいから、ね。そう確かに。弱いけどみたいな。であのこいつだけはまあ強くていいです。世界征服が最強は結局誰なのかっていう。海軍も含めて。海軍やっぱ結局は赤犬になるんですかね。赤犬になるんすけど。まあ、赤犬強いですもんね。実は一コマ出てるそのコングってやつがいるんですよ。その全軍総帥。はいはいはい。海軍も聞いてるのがコング。連水とかの上にいるやつ。はい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 。でもコングめっちゃいいやつそうな顔してますけどね。そうですね。なんか顔はこんなんで、はいはいはい、こんなやつなんで、まあ、強そうではある。何にも分かってないですけどね。ヒントも何も出てないんで。最近緑牛出てきましたし。緑牛は出てきてめちゃめちゃキングとかやられてましたけどね。いやあれな簡単にやられるんだね。あんな簡単にそうなんですね。あれすごいことっすよね。自然系能力っぽいですよね。なんかあれもかなりこう憶測読んでますね。あれはだからその飯食わないのは光合成してるからみたいな説ありますよね。そうなんですよね。そうですよね。3年間飯食わないかったみたいな、断食してたみたいなのがあったんですけど、やっぱり植物系だったからみたいな。あの10年前とかだもんな、多分5年前とか。でもその時からもう植物系じゃないかってみんな言ってましたね、うん、言われてたね。緑やからよ、うん、しかもこの桃太郎の、まあ言ったらキジ、犬、猿、うん、で、鬼側に虎と牛がいるんですよね、うん、なんか方位的にはなんかみたいな感じだって。そう、だから藤虎と緑牛ももう初めて予想されとったみたいな、うん、桃太郎のオマージュで。いや、ヒカルさん、あの考察やんないでください。あの俺脅かされちゃった。モッチー先生とか見ながら勉強してるんですよ。だから僕異常に人の言った話盗むの上手いですよ。あとしかも記憶力もマジやばいです。驚異的な記憶力持ってるんで一回聞いたら大体忘れないですよ。いやすごい。あとやっぱヒカルがすごいのはやっぱ話聞いてる時にこううなずくじゃないですか普通、はい、とかじゃなくて、なんか知らない話でも、うん、そうだよねみたいなみたいなやるのすごい得意。なんか悪魔の身だ、悪魔の身だよ。みんなビビるじゃないですか、はい、そうなんですねじゃあ。たくさんも知ってるかもしれないそれねみたいなその引き出ししてきたからでも結構モッチー先生の動画ほぼ全部見たから、まあ、マジっすか。でも本当にヒカルは好きっすよ。めっちゃいやありがとう。俺ももちろん好きですけどね、うん、俺も好きですけどやっぱヒカルすごい。もうだから一時期ハマりすぎてラホさんとの撮影中ずっと見とったもんな。ラワさんきっかけですよ。ラワさんきっかけでラワさんが「ヒカルさん知ってます？モッチ先生」みたいな、うん、分かんないですみたいな、うん、もう今やばいっすよみたいな、うん、見た方がいいっすみたいな。確かに確かに。感じで言われて最初は「いや見ないです見ないです」って言ってたんだけど、ラワさんがずーっとなんか「エクス！」かけとこう。俺あの車で横乗りながら「もう何やこれ」みたいな音なんか耳残る音するなみたいな。で一個見てみようかと思ったらもう止まらんなったっていう。そう、見てない人はぜひ見てほしい。まあもちろんワンピースネタバレが含まれてるから そ, う、ね、まあ、それは了承のもとですけどね、うん、見てほしいなと思いますけど。いや一時期本編追わないけどモッチ先生だけ追ってましたからね。ああそれはそういうあれですよね。そのコメント結構届きますよね。そうなんですよ。ワンピース見たことないけど見ちゃう。そうそうなんですよ。だからもうモッチ先生のコンテンツだけで面白いですよ。うん、知らなくても。だからもう終わってもモッチー先生でワンピースの続きを考察していた人ずっとね。ずっとね。確かに確かに。この後こうなってこうなってこうなってみたいな。確かにそれありだよね全然ね。もうこうもしも小田先生が続けるとしたらこうなるはずみたいなね。そう。てかね、俺思ったのがワンピースってこう最終章なわけじゃないですか。もう、うん、謎多すぎません？まだ。まだまだ。回収されてない伏線が多すぎて。めちゃめちゃあるんですよ。やっぱ気になるキャラで言ったらやっぱクザ。あいつの目的とか、はいはい、今何してんのっていう。はいはい。難しいんだよな、ガチ考察案件だな、それ。それって考察できるの情報あるんですか、クザに対して。そうっす。クザだって黒いゲットだって、はいはいはい、ね、なんかみたいなあったじゃないですか。で普通にも簡単に考えればこうスパイしてんじゃないかとか、そのなんか安易に考えちゃうんですけど、はいはいはい、実際クザ
狙い何なのか、あと釜山とこの杯の戦いあったでしょ、うん、あそこで足失ってたでしょ、はい、何があったのかっていうのかも結構考察されてた当時、まあ、でこういう時に情報は少ないじゃないですか、はい、でなんか小田先生のまあ癖とかっていうのをこう考えていったり、うん、あとは釜山の性格性質とかっていうのを考えていくと、例えば杯と戦ってなんで戦ったかっていうのとかを考えていく、うん、で杯の絶対的正義がとにかく釜山は気に入らなかった、うん、で誰が大将でもいいけど杯が元帥になるのを強く反発したって言って戦ったじゃないですか、はい、ということは杯のこの今もう絶対的な杯体制になってるわけですけど、これを気に食わないと思ってる、これが危険だと思ってるからこそそのための行動を釜山はするはず、うん、で言ったらこれをもし分かんないですよ、これ予想なんですけど、うん、簡単に言えばこの杯が支配してるこの体制を滅ぼすために黒ひげに加担してると、うん、あれっすね、だってサウロと仲良かったじゃないですか、サウロとも仲良かった、サウロが海軍やったじゃないですか、でもちょっと理不尽な最後だったじゃないですか、はいはいはい、あれが絶対残ってますよね、まあ、確かに残ってるし、で あの過去編でも杯一般市民乗ってる船攻撃してるの杯だったんで、うん、その辺から結構伏線を張られてるのが対立する伏線というか、うん、って考えると、まあ、杯を滅ぼすために黒ひげに一時加担してて、滅ぼし終わったら今度は黒ひげもあのコントロールしたり、うん、なんかそういう感じのところでこうやってんのかなみたいな、絶対そこでなんか、まあ、敵にはならなそうですもんね、杯のその釜山の性格的に、確かに確かに、はい、か悪者ではない、うん、そうなんですね、いい人なんですけど、あとはまあ革命軍とのなんかつながりみたいなのがちょっと見えたりすれば、確かに情報がもう一個欲しい、うん、でどこの組織として動いてるのか、はいはい、ソードなのか、はいはいはい、革命軍なのか、それとも単独なのかみたいなのがもう一個情報が欲しいぐらい、確かに、はい、なんかそんな感じですか、面白、はい、僕やっぱそれで言うと、はい、僕コビー好きなんですよ、めちゃめちゃコビー大好きなんですけど、はい、なんか僕が昔誰かの考察家で見たのが、はい、なんか黒ひげの元になってる海賊いるじゃないですか、エドワード・ティッチ、エドワード・ティッチ、あの人が実在した人が最後に死んだのが、はい、もう名もない海兵にやられたみたいな、はい、死に方なんですよ、でそこで見たのが、最後コビーにやられるんじゃねえかみたいなのがなんか見たことあるんですよ、見たことあるっていうか、なんかそれ見たことあって、それがどうなのか、コビーがこう今後どうやって活躍するのかっていう、実際僕進撃の巨人で最後に敵倒したのアルミンじゃないですか、はい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 、あるじゃないですか、はいはい、あの感じでコビーいやあるよね、いや俺あんまちょっとその構図があんま分かんない、はい、あったね、いや初めて聞いたっす、で多分考察というか、多分俺が勝手になんか見て多分そうなんじゃないかみたいなので、あとそのコメントもあったのかな、分かんないです、最後の主軸が一応あるじゃないですか、はい、ルフィの物語、はいはいはい、一応黒ひげ対ルフィみたいなので描かれると思うんですけど、はいはいはい、まあ、コビーが活躍する可能性もあるっちゃあるから、いやもうやコビーは、まあ、その大将になりますもんね、絶対、はい、大将にはなるんでしょうね、あの流れ大将には絶対なる、最後にはなるんですけど、はいはい、杯大将が消えた後コビーが来そうな気しますよね、そうですね、そう僕はコビーファンとしてコビーの活躍をすごい気になるんですよね、だからそこの、うん、なんていうんですかね、ルフィ以外の人たちの夢も多分叶えてくれるのが小田先生だと思うんですけど、俺なんかそれで思ったのがさっき聞いて、うん、これも高速になっちゃうんですけど、うん、なんか小田先生ってすごいこう社会風刺とかめっちゃ、うん、ちゃんとやるじゃないですか、さっき最近でもこのヤマトが男湯にいたんですよ、うん、で女湯に大きくいたんですよね、はい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 、でそのジェンダーレスに対しての問題をその一コマで表してるんですよ、はいはいはい、で結構こうだけどドラッグの話とか出てきたりするんですよ、意外と、はいはいはい、ドレスローザの奴隷の話とか、はいはいはい、で結構こう社会で問題になってるようなことを細かく挟んでいくみたいな、なんか小田先生はそれに関してはなんか社会的なあの意図は入れないっていうふうには一応言ってるんですけど、まあ、どういうなのか分かんないですけど、でもなんかこう考えさせられることがあるじゃないですか、で最後で最後に結局ルフィって海賊じゃないですか、はいはいはい、悪いじゃないですか、海賊冷静に考えたら、だからコビーが最後ミスターサタンのように全部を収めて、でドラゴンボール目指すじゃないですか、まあ確かに、で悟空ってが救うわけですけど、ミスターサタンが救ったことになるじゃないですか、はい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 、でコビーが救ってで海軍でめでたしめでたしで可能性ありますよ、ね、ありそうなんですよ、ありそうですよ、ね、はい、最後のコビーが全部受けてみたいな、うん、そうで、それで言ったら今こう勢いがあるのがバギーなんですよ、バギーのね、気になります、バギーがこうなぜ四皇になったのかっていうのを、はいはいはい、今考察進んでるじゃないですか、確かに進んでますね、頂上戦争の時にこれ俺もしかしたら四皇なれんのかこのままいって、言ってました言ってました、勢い余って海賊王、はい、言ってました言ってましたね、で四皇になってるん で海賊王にもじゃあなるんじゃないかっていうのをバギーが、バギーが海賊王になるこう納得できるストーリーってなんだって、まあ、ライブとかでこの前でも考えてたんですけど、はいはい、まあ多分いろいろあって最終的に黒ひげが最初海賊王になっちゃうとか、はいはい、それをルフィが倒すとかっていろいろ壮大なのがあった上で最後にバギーが海賊王に最後になるとか、ありそうなんですよね、なんか
それだったら納得できるのかなみたいな、ね、サタンパターン、サタンパターン、ね、結局海賊なんて俺だみたいな感じで、なるほどなるほど、それありそう。あと俺それサタンで言ったら、あのブルックとサタンが被ってるっていう、はい、でビッグマムとマジンブーの説を持ちで言ってて、めちゃめちゃ見てる。でサタンとブルック被るで一緒だって、はい、あそう、確かにそう、そう、はい、あの説もなかなかやばかった、ね、あのビッグマム仲間になる説、そうそう、あのサムネ釣りはいい、あれはもうそれだから最後の仲間が誰なのかっていうのを今現状モッチー説誰やと思ってる、あそれすごい聞きたい、聞きたいっすよね、確かに確かに、今だってめっちゃ出てるとキング説もあるし、キングあるんや、いやめちゃくちゃあるキング説ある、うん、多いねほんまに。で結局ヤマトが濃厚なんじゃないかって言われたけど、でも小田先生そこフェイントかけてくるんじゃないかっていう、はいはいはい、色で言われてるんですよね。クマはないですか、やっぱクマは今あんま言われてないから、クマはもう言われてないですね。だ言ったらクマとあの仲間になる法則みたいなのが、あの悪魔の実の数字の法則っていうのがあって、ゴムゴムだったら5656、ひとしだったら1010みたいなのがあって、それが全部足すと325になるみたいな法則があったんですけど、まあこれネタバレになるんですけど、この最新話付近でゴムゴムの実が実はゴムゴムの実じゃなかったってことで、ヒトヒトってことね、ヒトの実モデル2かなんで、その法則が崩れたんで、逆に言えば2と9が入るやつが仲間になるって、その法則で言うと、でもこれ崩れたんで全員にチャンスがあるみたいな状況にはなってて、いやでも難しいんですよね。俺ちょっと前だったら、いやおたまですってあの多分言えてたんですけど、最新話付近でもうヤマトゴワーッてるんで、ヤマト仲間しなかったらどうなんねんって言うから、ヤマトはもうその時代言ってるんですよ、自分がもう。そうなんです、もう仲間入りっていう感じは言ってるんで自分で。逆にだからヤマトが仲間になんないって結構すごいですよね、もう正直ありますよね。ただその仲間になる根拠とならない根拠は結構どっちもみんなこの話をすると、はいはい、あの仲間に なってほしいぜと、はいはい、いやならねえだろうぜが結構分かれて、ヤマトちゃん触れられない、触れちゃいけないぐらいの結構バチバチの案件なんですね。まあでビジュアル的にもヤマトってめっちゃいいじゃないですか、いいいい、多分結構気合入ってるじゃないですか、デザインっていうかそのビジュアルが、でしかも女性キャラがやっぱ言っても少ないんで、ヤマトね来てほしいっちゃ来てほしいですけどね。仲間にならない根拠としては、はい、どこが一番ヤマトが落ち着くところかって言ったら、はい、マルコと一緒に例えばあの船を出て、で例えばエースの墓とかを行ったりして、はい、で白ひげ海賊団が復活例えばする、はい、ビーブルが船長になるのか分かんないですけど、はい、でその時の2番隊船長にヤマトがなったら一番収まりはエースのおでんがいて、ね、2番隊船長っておでんなんです最初、はい、最初おでん、エースに来てヤマトみたいな、確かにね、確かに、なるほど、ヤマトが、まあ、あの熱いところなのかなとか、なるほど、そうですよね。であとはそのまあ俺仲間にならない派なのかな、ちょっと仲間にならない根拠の方がなんかちょっとこう納得できるのがあって、で今どういう状況かっていうと、僕は仲間になるんだって、それを聞いたジンベイが、いや船長の判断じゃないと何とも言えんぞって言って、1話2話ってそれが音沙汰なく来てるんですよ、確かにね。でこれあのすんなり入るんだったら、こんなになんか引っ張るかなみたいな、断られるからこそ引っ張ってんじゃないかとか、確かに、まあ、あれ入れる必要ないですもんね、そもそも、はいはいはい、なんかその船長許可次第みたいな、入れるかなっていうことですよね。逆に入る根拠としては、おでんのオマージュだと、とにかくヤマトがおでんになりたいって言ってるから、はいはい、でおでんってどういう風になったかっていうと、一回白ひげ に断れるんだけど、あの鎖につながって、はいはい、あのさせてくれみたいな、なんかあんな感じで一回船長には断られるけど無理やりついてくるみたいな考察もなんかありますよね、はいはいはい、そっちでオマジが使われるんじゃないかとか、はい、じゃあちょっとあれですよね、誰が入るかっていうのはちょっとなかなか、いやちょっとまあ俺はむずいとこですね、むずいところですね、正直でも俺今ヤマトがやっぱバーンってなってるじゃないですか、はい、そこでじゃあ今オタマとかなってもちょっと盛り下がるというか、そうそうそう、だったらめっちゃ意外なキャラ来てほしいじゃないですか、はいはいはい、この人なんのかみたいな、確かにヤマト熱が、ただやっぱみんながこう脳裏よぎるビビの時とかはもう絶対ビビ仲間になると思うんですよ、ね、ロビーみたいな、でもビビが仲間になる説もありますよね、じゃあビビになる可能性もあるんですよ、ゼロではないよな、はい、そうかでも多すぎるよな、ワンピースは話が一気に止まらないから、ずっと12時間喋れる、今これ喋ってんのすごいっすよねいやおもろいな、ワンピース全部小田先生の手のひらの上で俺ら踊らせたら面白い、中学2年生の時に作り始めたって言ってましたね、壮大すぎるよ、どこまで考えてたのね、注意ってか、まずどこから入ったんでしょうね、最終回がとにかく一番面白くなる漫画を描きたいみたいな、スタートがそんな感じでっていう感じだと思う、でもこの頂上決戦超えれんのかなって思いません、リアルに見てた時に頂上決戦面白すぎて、こんなん超えれんのって思って
ったけど、でも俺ワノ国も超えてきたんじゃないかと盛り上がったじゃないですか。俺だからワンピース読んでない人に何か、あの途中でやめたやつに読んでほしいことを説明するときに通知化で出すんですけど、でアラバスタ編が120面白い、ニスロビー編が140面白いぐらいだとしたら、頂上戦争で4200面白い。絶対見てくれ。頂上戦争は明らかにおかしいレベルだから、インペルダウンらへんからのバギーとかが仲間になっていったりとか、クロコダイル出てきたんだけど、あの辺やばいじゃないですか。白いで出てくるシーンとかちょっと鳥肌だったもん。鳥肌だったな。あの俺一番好き、あの白いのシーンあるんですよ。マルコに対してそんなこと言ってないよなみたいな確認するシーン、めっちゃ好きなんですよ。エースがあの助けに来なくていいって言ったんだけど、でなんかそのマルコがこの海に生きてる人間はみんな知ってるよみたいな、白ひげ街道が手を出してどうなのか知ってるよみたいな感じで、セリフがめっちゃ好きなんですよ。それで言ったら俺白ひげで好きなのはエースをとりあえずこう助けて一回こう助けるじゃないですか、エースが白ひげのところに来た時にこうやって土下座エースがする、で言葉いらねえぞエース、一つだけ聞かせろ、俺が親父でよかったっていう、俺も泣いちゃうんだよな、あれもう話してて泣いちゃうんだよな。めっちゃ良くないですか、ちょっと、いやめっちゃいいっすよね、ちょっとうざい、あのいやそんなこと別に、いやもうもちろんだしかねえんだよな、もちろんだしかねえんだけど、わざわざ聞いてくるあの親父のちょっとうざい感じ、俺が親父でよかっただろみたいなのを言ってくるのがもう熱いよな、もう熱い、あれでもマジで熱い、マジで、マジで頂上戦争マジでやばい、あれは、あれはエグすぎる、超えてほしいんですけど、小田選手はだから最終回が一番面白くなるってもう断言してるってことは、まあ超えてくるんだろうな、頂上戦争は一番最後の前に多分ルフィの同盟軍全員がなんか事件を起こすって予告されてるじゃないですか、知ってるわ、カルさんはそれはもう来そうっすよね、そろそろね、そうっすね、集まって世界政府とか、あのだドフラミンゴのドレスローが終わった後に杯交わするんですよね、全員でこの一味がこれから成長を遂げ、世界を揺るがす一大事件を起こすのはまだ先の話というか、そんな感じの予言ナレーションみたいなのがあったんですけどね、まあそれがだから回収されるのがそろそろか、それはもう、あもうそろそろ最終章だからそろそろ回収しないと、それがどうどうなるのか、もうでも全部繋がってき始めてますから、でもあともう強いのが頂上戦争終わったぐらいだったらもういろいろ組織が強いやつがいっぱいいたんですけど、もう限られ、確かに数えるぐらいしかいない、確かに、うん、もう今だ超強いシャンクスとか、そうですね、シャンドラゴン、そうですね、シャンクス革命軍で黒ひげバギーで麦わらの一味、あと海軍世界政府みたいな、もう7個8個ぐらいしかいなくて、これがあとどうこう展開していくのか、誰が誰に加担し、誰が誰を裏切るのかみたいな。ミホーク出てこない。ミホークも出てこない。ミホークもでもメガイム様と一緒じゃないですか。ズニーシャと。ミホークは初期から出てきて、一番最初に出てきて、いまだにこうあんまり謎が多いじゃないですか。確かに。オオカ一部会の中でも一線隠してるイメージ。確かに。もう完全に正直。逆にでもなんでオオカ支部会だったんだろうって思うから。確かに。強さランキングでオオカ一部会ナンバーワンなんですかね、ミホークが。ミホークはまあ1位じゃないですか。世界一の剣豪ですもんね。確かに。あとこの前ライブやったりした時にちょっと盛り上がったのが、例えば白ひげを100とした場合、他のキャラクターが強さ何歩なんだみたいな話がちょっと盛り上がった。だいぶで言ったらミホーク何歩なんだみたいな。頂上戦争の時の白ひげが100だとして、でも正直でもミホークの方が強そうっすよね。え、白ひげよりだってなんか強くなかったらな、こっから先ミホークに期待値ちょっと弱らっちゃうと、白ひげだいぶ弱ってんじゃないですか。あ、なるほど。実際衰えた白ひげはもうミホークの上であってほしいなって思っちゃいますね。もうじゃないと今後ミホークが、確かに、だってゾロキング倒してるんですよ。まあ確かに、でそのキングを余裕で倒して60で、まあ弱ってるとはいえ、まあ納得できない、あれ一瞬でしょ、納得できないで、その、まあ、ゾロとミホーク今ぶつかったら絶対ミホーク勝つじゃないですか。確かにって考えたらキングを赤子のように倒せるわけですよ、ミホークは。確かにそうだねって考えれば、じゃあ105ぐらいですか。いや105ぐらいはあってほしいけどな、願望的に。まあでもビッグマムと確かに差しで戦って魅力勝つイメージないもんな。あ、そうなんですよね。で言ったら95、90、95。そうか、そう考えると、その今赤子のように倒した緑牛も、でもじゃあビッグマム勝てるのかとかってなった時。あ、そうなんですよね。ビッグマムって超強すぎません？強い。あいつバケモンでしょ。確かに。あいつ強すぎた。あいつも子供の頃からバケモンじゃない。確かに。しかもあいつってなんかこう能力がどうとかじゃなくて、元々ぶん殴って強いじゃないですか。あれチートですよ。あれって普通の種族なんですか？あの人間なんですか？いや、巨人じゃないですか？巨人ではないですよ。でかい。人間なんですか？巨人族のただただぶん殴っていくんだよ。ただのパワーすごいですよね。もう謎しかないですよね。でも倒したんですけどね、キッドとロー。まあ確かに。でもあの子もなんかそのビッグマムが人を食べたんじゃないかっていうのを言われてて、それで悪魔の手に入れたって言われてますよね。はい。
その人食べてってこと？そう、その前任者というかマザーカルメルっていう悪いおばあちゃんがいて、はい、そいつがそろそろ飲みの能力者だった。そうなんですよ。で、なんかまあ食べたか食べてないかって、まあまあ、あの明言はされてないんですけど、はいはいはい、夢中になって全部食べちゃったってケーキを食べている時にもう周りが全部いなくなっちゃった、はい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 、だからマザーカルメル食べて食べてるんじゃないかみたいな。それってもう人間じゃないそれってこういう世界観。その後にそろそろ飲みを使えるようになって、うん、でも食ってる。でもそもそも悪魔の実の人を食べたら悪魔に宿るのかっていう問題にもなってますね。だから悪魔の実のメカニズムを考察会もみんな解明してる。結構あるんですよね、それね、はい、あのスマイリーのとことか、はいはい、スマイリーのとことか。だから多分だいぶ重要なヒントにはなってるんですね。なるほど。食べても映るのかとか。なるほどなるほど、はい、そろそろベガバンク出てきそうですよね。まあ、ベガバンク、確かにそれもさ、まだ出てきてないんだもんね。あいつってもうめっちゃ昔から出てきてたんですよ、名前が。名前だけは出てたんですよね。でもあいつの技術やばないですか、ね、選手。やばいんですよ、うん、パシフィスタ何台作るんだよ、それだったら。確かに。しかもめっちゃ強いし、パシフィスタ。確かに。で、多分最終章で多分結構早めにこう回収されるというか、はい、出てくると思うのが多分あの SSG というか、はい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 、SSG っていうのが、はい、要するに七部海と四皇と、海軍っていうのが三大勢力で均衡が保たれてたっていう状態なんですけど、はい、SSG の海軍が作ったから七部海いらねえわって。あことなんで、はいはい、七部海クラスのまあなんか兵器、まああるってことですね。なるほど。それ武器なのか、なんかそれこそパシフィスタのもっと進化版なのかみたいなのの考察が何の略なんだとか。なるほど。そうなんですよね。なんか進められてるんですけど、まあ、それ出てきそうですよね、すぐに。いやでもあの七部海をこう海軍が追い詰めたわけじゃないですか。でそこで終わってるじゃないですか、量子的には。うんうん、はい、でもこう緑牛がこう慌ててきた時に海軍が大変なことになってるっていうのは、うん、七部海側が勝ったんじゃないかっていう見方もありますよね。なるほどなるほど。まあ、だってバギーが、そう、それバギーが4個あったんで、バギーがなんか七部海をまとめ上げたか分かんないですけど、海軍に一撃与えたのかっていう、それで4個やったんじゃないかって言われてますよね。なんかそうだな。七部海でも倒せるはずないですもんね、だから冷静に考えたら。バギーは多分口はうまいんで、はい、多分あの不本意だとは思うんですけど、はいはい、4個になろうとしてなるやつじゃないと思うんで、はいはいはい、なんか気づいたらなっちゃったよみたいなことだと思うんですけどね、はい、これで言ったらだからミホークとかをなんか例えば話があるんだっつって、はい、ミホークとかに一時テイクマネーかみたいなのも仕掛けて、まあ、ワンチャンあるんかもな。なるほど、はい、まとめ上げてる大口をまとめ上げちゃってるっていう悪い話じゃねえだろっていうのをミホークはもう見透かしてるんですけど、バギーの魂胆は。でもまあ悪くはねえわっつって一緒にいるとかっていうのはありえるかもしれないし。そのミホークばっかりですけど、ミホークの目的って何なんですかね。いや、わかんねえんだよな。ミホークってやっぱ強いじゃないですか、はいはい、でもなんか放浪してるじゃないですか、うん、でまあ、世界一強いっていうのは剣豪ってわかるんですけど、その人の目的ってなんかあるんですか。わかんないです、謎っすよね。だいぶガチ考察案件ですね、それは。これ嬉しいね、これ嬉しいわ。あの難しい質問来たらこれで逃げるんで、本当にね、そう思ったらあの王直とか銀プでしたっけ、もう謎めっちゃ多くないですか、あの辺。何だっけ。そうですね、王直、ロックス海賊団に元いた強いって言われてる名前。はい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 、あとロックスも、はいはい、本当に死んだのかっていう。そうなの。だってそこまだ明言されてないですよね。明言されてない。本当に死んだのかっていうのが分からない、ロックス。分かんない。あとなんかロックスの息子説みたいなあるじゃないですか。いろいろありますからね。ミホークの目的、まあ、さっきガス考察案件だって言ってますけど、はいはいはい、これ一人のすごい考察者がいるんですけど、はい、でそれオディンさんっていう考察者さんがいて、あ、これちょっとあの人の考察なんであんまり自分が自慢で言うとあれなんですけど、はいはい、その人がそのミホークとかドフラミンゴとかがおなじみさんがしててみたいな、そういう話、あれですよね、あるんですよね、あのヒーフーミーですよね、そのドレミか、ドレミや、同じおなじみさんがしてて、まあ、詳しくは見てもらいたいんですけど、オディンさんの考察を。おなじみさんがしてるし、要するにミホークってドレミのミと鳥じゃないですか、音階プラス鳥じゃないですか、で、ドフラミンゴってドープラス鳥、フラミンゴ、レープラス鳥の誰か、ファープラス鳥の誰かみたいな考察をオディンさんが、すごい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 、それがあれですね、イム様の直属の部下なんじゃないかっていう、怖い怖い怖い、言われてるんですよね、怖い怖い怖い、直属の部下、イム様と同じ目でドラマ目が隠れてる、ちょっと俺が出した考察より一番リアクション、おディーンさん、これおディーンさんの考察、今日おディーンさんはいないですか。考察ってもっといろんな可能性があるんじゃないかと言われますね。いやいや、でもそれ見た、見た、すごい、いろんな考察者さんがいろんなこうワクワクする説出してるんで、ぜひ見ていただきたいというか、それで言ったらちょっとモチ先生とジャンル違いますもんね、考察のなんか種類というか、そうですね、そうですよね、またいろんな人いるんですね。いやいや、もうめちゃめちゃ面白いんで、いや、すごいわ、ちょっとなんかすごい、いろんな、いや、でもやっぱさ、俺はモッチー先生のこと聞きたいんだけど、最終的にワンピースの動きどっち
それぐらいワンピースが面白すぎて。そうなんですよ。そうそう。確かに。いや、ドラゴンの実っても分かってるんでしたっけ。風が関係する実なんじゃないかって言われるので、ドラゴンが登場するとき必ず風吹いたり雨吹いたりしてるんで。だから結局風の実。風の実がモデルドラゴンってこと。流の実ってことやろな。風は使う流か。舞さん、ドラゴンマジ気にしてません？ドラゴンなんか気になる。最初のさ、アニメのオープニング出てくるやん。出てくる。しかも俺、あのワンピースカードやってたんですよ、昔、はい、そこのカードで、はい、ドラゴンがまだルフィのお父さんを知る前だったんですよ、はいはい、めっちゃ強いんですよ、能力が、なんかこのキャラ全然出てきてねえのに、ログダウンのところで出てきただけなのにめっちゃ強かったんですよ、そのカード、このドラゴンってやつなんでこんな強いんだろうなって子供ながら話してたんですけど、もしかしたらそこから構想があって強くしてたって考えるとヤバいっすよね。そこで能力って風の能力とかなんですか。いや違います違います、攻撃力は低いんですけど効果がめっちゃ強かった気がします、考察するときにそういうゲームとかアニメ、まあ俺アニメも見ないんですよ、俺も漫画だけしか見ないんですけど、はいはい、ゲームとかそういうのがどこまで小田先生がタッチしてて、どこまで取り入れてるかとかっていうのも難しいし、確かにそうなんですよね。そこまで感知していいのか悪いのか、はい、確かにドラゴンもめちゃくちゃ強いはずっすよね。ドラゴンも強くない、まあ最低限サボよりは強いわけじゃないですか、まあ確かに、ね、絶対的に強さはインフレ気味になってるから、もうドラゴンはだいぶ強く描かないと、まあまあそう死体外れにはなってほしくないですもんね。確かにさすがに、まあ、逆に逃げるとしたら力は強くないけど逃走するくあるパターンみたいなのもあるじゃないですか。いやでもドラゴンは強かったほしいですね。強かったらがっかりする、ね、さすがにドラゴン、あとルフィのお母さんね。ああ、絶対こうジャンプ系の漫画の主人公の親ってどっちもすごい、確かに、ね、これ共通点でどっちもすごいパターン多いから、はいはい、はい、それこそモッチー先生の考察で見たんですけど、 SBS でやっぱ冒険の大義は母だから母は出ないんじゃないかみたいな話してないですけど、それは実際どうなんですかね。ガチ考察だった。まずそれがかっこよくないですか、冒険の大義って母だと思うっていう小田先生のこの発言って、まずすごいですよね。まずはなんか、でもハンターハンターも出てきてないもんな。出てきてない。そうなんですね。ドラゴンボールも出てこないもんな。あ、ドラゴンボールも出てきてないですね。なんかアニメだと若干出てきてるっぽいですよね。漫画上では出てこないですもんね。確かに、だからあんま出さないね、母は。そう、冒険の反対の言葉が母親だから、それを出すと要するにこの物語がよくなくなるから出さない可能性が高いみたいな。でなんかあの北米版のアメリカの方とかの SBS では豪快な人物像ですみたいなことはなんか答えてる感じはあるんですよね。でダダンなんじゃないかみたいな、その SBS からこう来てるみたいな。でも言ったらドラゴンとルフィって似てないじゃないですか。ドラゴンってクールで狡猾でみたいな。でガープが似てて、でも母親がだから言ったらそうなんじゃないですか。まあそうですね。なるほど。向こう用紙に入った。なるほどなるほど。みたいな。そんな考察とかはされてますけどね。うわー、おもろ。尽きないですねこれ。でも一緒だからもう12時間喋ってるんです。確かに。まだ喋れますからね。まあ確かにね。でも聞きたいからここぞとばかりに聞いちゃうよね。まあ、だからシャンクスも気になるじゃないですか。シャンクス、いやだからシャンクスはレッドがありますね、映画が発売された。確かにな。悪魔の実だから。グリフォンね。悪魔食べてるかどうか。そうそう。でもそのあの時食ってなかったわけですよ、海に。海に入ってる。剣が食べてる。あるじゃないですか。剣が食べてる説もあるな。あ、グリフォンが食べてる。グリフォンが、あー、ありそう、うん、それってあとナミとか出世とか。ナミも冷静に考えて1個3時間ずつ食べれるんですよ。確かにね。でもそう考えたら確かに伏線えぐいですよ。俺あの3時のミスタープリンスの伏線、あれ染みましたけどね、マジで。アラバスタ編で電話出た時にミスタープリンスって名乗ってて、はいはい、本当に王子やったって。あれやばいっすよね。鮮やかすぎません？鮮やかすぎ、あれは鮮やかすぎたよな。あとそれで言ったらシャンクスの最初にこう避けたのって覇気だったんですか、やっぱり。あれは、まあ、確かにね。そこはなんか考察会では覇気って言葉が出てきたのが多分あの黒ひげが最初に25巻ぐらいかなんかでそれこそ言ったのが始まりなんですけど、はい、それまで別になかったんじゃないか、後付けっていうのもあるんじゃないかっていう。まあだって覇気生まへんかったらロギアが強すぎたもん。強すぎたもん。確かにどうやって倒すんだっていう。で覇気っていう言葉を出しといて、でその後回収していくみたいな、その覇気っていうのを膨らませていくと、あの時の覇気が回収されたってみんな思うじゃないですか。確かにでもあの小田先生としては一応種をまいといただけ。なるほどね。種をまいといたのを後から回収が開いたら回収する、収穫するみたいなパターンもあるのかな。で言ったら覇気は一貫の時点ではそこまでなかったのかな。なるほど。でもそれも事実は知りたくないですもんね。事実は知りたくないです。でもシャンクスに傷つけるって、だから脅すよね。黒ひげがね、黒ひげの3本傷あれってよっぽどっすよね、シャンクスクラスの相手に。相当強い。しかも俺は油断などしてなかったみたいな念押しあるんですよ、正々堂々とやった。 ど, ど,
どんな汚い毛使ったのか何なのか分かんないですよね。確かに完全にガチ考察案件ですよ。確かに3本傷に関しても絶対ガチ考察案件、もう謎っすもんね、そこに関しても、ね、確かにめちゃめちゃ大事になってくる。確かに確かに、レッドでだから来たいっすよね、フィルム。確かにな、フィルムレッドは、まあ、レッドの D に3本傷ついてるんで、うわ、そこも傷の理由が明かされるかもしれない、傷の理由が明かされる可能性もあるみたいな。映画で明かされる可能性もあるんですか。あるあるある。1個前のスタンピードっていう映画では、はいはいはい、ラフテルっていう綴り、はいはいはい、ラフテルの綴りっていうのが映画で先行的に公開されて、はいはいはい、そんな重要な情報くんの映画でみたいなのが来たりするんで、なるほど。でここもだからアチですよね、レッドは。まあ、レッドはアチの期待したいですよね。レッドは見ますよね、もちろん。レッドはちょっといつ見に行こうかなと思って、この格好で行こうかなと思って気づかせないですね邪魔になるかな、みんなの。でも絶対何回も見ますよね、多分ね。何回も見ます、ね、何回も見たいよな、確かに。俺も見たいもんな、レッド。なんかもうメモとか持ってそうだもんねこうやってもう忘れちゃうかもしれないね。確かに見れないですもん。見れないから、やっぱり結局一応タイトルのワンピースって何なのっていうのもこれも永遠のテーマじゃないですか。あ、まあ確かにね、永久に言われてるじゃん、これずっと。確かに。何だと思います、結局俺に聞くまずそれぞれ予想しません、ね、それぞれね、それぞれ予想しません、ワンピースが何なのか、ワンピースが何なのか。でもなんかそれこそ、まあこれ結構言われてるけど、やっぱちゃんとワンピースっていうのはこう、なんか俺は最初の最初はやっぱなんか少年誌ありがちな、やっぱここまでの思い出なんだよみたいな感じなんだと思ったら、それ指定してるじゃないですか、小田先生。ちゃんとあるんですよね、桜桃子さんとの対談で、オズと魔法使いみたいに今までの友情とか絆みたいなものじゃないですよねっていう質問を桜先生がして、小田先生がそれに、そういうオズと魔法使いみたいなことはしません、はいはい、ルフィたちは長く冒険するんだからご褒美をあげないとねみたいな発言はあるんで、実在するものというか概念ではないことは確定してます。ものですよね、はい、なんかあります。いや俺何にもないよ、やばいよ。パス、一回パス、一回パス。前さん、前さん、僕ね一個あるんですよ。え、あんの。いや、なんか古代兵器かと思ってるんですよ、僕。あ、ワンピース全部手に入れる。要はなんかこうレッドラインとかグランドラインとかを全部地ならしする兵器なんじゃないかみたいな、ね、要はこう種族間の差をなくす、なるほど、ね、一度世界をフラットにする兵器。なるほどね。でそのラフテルにあって莫大な宝を見てロジャー海賊団たちが笑ってたっていう描写があるじゃないですか。いやでも分かんないですよ、ヒカルさんの言う通り、そういう可能性もあって、あそこにワンピースがあるかもまだ分かんないんですけど、ただ笑ってたっていうところをこう回収できた方が考察としては、ね、何もなかったから笑うっていうのが普通ですもんね。あ、確かに確かに、普通はね。でもそれを否定してるわけじゃないですか、うん、そうですね、もう謎っすよ。いや笑ってたって何なんだよみたいな。確か笑ってたって考えると笑ってないといけないですよ、ズバリ。あのワンピースの正体っていうのを今俺まさにメインチャンネルで、はいはい、今考察しているところで見ましたよ、その。あ、見ました。オリンピックのなんか、はい、あ、そう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 、ね、パロディなんじゃないかみたいな、うん、びっくりしましたけど最初びっくりするんですけど、モッチー先生ってやっぱ見てたらそうかもってやっぱ思っちゃうんですよね、うん、ワンピースの正体を、まあ、もう今俺の中で頭にあって、で、はい、それをメインチャンで出そうと思ってて、今台本作ってるみたいな状況なんで、これ出る頃には一緒に出したい方が、ね、めちゃめちゃいい振りじゃん最後、最後の最後に最後のパス渡したい最後え、打ち合わせしたんかってぐらいの、まあ、見たい人はもちろんチャンネルで見てください。気になる、気になる、すごいわ、絶対見ちゃうもん。ノールックで今お膳立てしてくれたのに、ノールックでパーン世の中にはネタバレ見たくないんだって人いるじゃないですか。そうなんすよね。でもワンピースってそこ分かっても面白い、面白い。逆にそこ分かってからの方がハマってるんですよ。分かる分かる分かる。実際俺もそういうパターンもあるんで、多分確かに知ってからの方が面白いですよね。確かにこれこうなんじゃないかって思えるっていう、確かに、ね、ワンピースが何かっていうのめっちゃ確かに当てたら気持ちいいだろうね、うん、これでも当たるものなんですかね。小田先生がその当たってる考察を変えるとかっていう前例もあるっぽいんで、ただでもワンピースの正体はそんな変えられないじゃないですか、はい、確かに確かに。そんなんか俺それこそモッチー先生のライブとかで行ってて、なんかすごい鋭い人がいるじゃないです か、 なんかそうなんそうなん、チャット欄にすごい鋭い人がで、それでなんかギャグ漫画説って、あ、そうそうそう、あれよくご存知、あれすごいですよね。まあ俺が考えてるものとは違うんですけど、はいはい、そのチャット欄で来たのが、ラフテルには、ギャグ漫画があると、とにかく、で、主人公が太陽の神ニカがモデルの主人公のギャグ漫画が石碑に書かれて、はい、
れてるのか分かんないですけど、ギャグ漫画があると。でルフィって人々の身モデルニカを、はいはい、食べて全身白くなるじゃないですか。あれって、まあ、漫画のイメージだと、はいはい、で先人たちはその漫画の奴隷を解放するために、うん、自分たちの願いを叶えるためにこの漫画に出てる主人公のニカ、はい、この空想上のニカを具現化したのが人々のモデルニカだみたいな、はいはい、笑えるギャグ漫画なんで、ロジャーたちはその世界一を笑えるギャグ漫画を見て笑ってたっていう風にすれば、うん、笑ってた理由が一番スムーズにこう、なるほどね、っていう説があるんですね。それをまずその考察するのがすごくないですか。確かにギャグ漫画だと思わないじゃないですか。白と白、そうなんですよね。でも実際その中学校の時に考えたわけじゃないですか、うん、中学生が思うワンピースっていうのが意外にヒントなのかもしれない。もうめちゃめちゃガチ考察じゃないですか。いや、さっきさっき思ったそういう思考なんですよ。中学の時の小田先生が先生の思考一番宝と思ったもの、いや、これだから、もう近づいてる、近づいてるよ多分。いや本当にこれエロ本だエロ本というのはゼロじゃないですか。ゼロじゃないです。ゼロでロジャーさんたちが笑うわけじゃん、これエロでもエロ本って言ってるとあるとすね。ゼロではないですか。ゼロではない、エロ本説。もういいワンピースエロ本説。ちょっと前まではいやそんなねってなるんですけど、最近その人々の実モデルニカを食べたルビーってめちゃめちゃふざけてですよ。めちゃギャグ漫画みたいになってるんで、もうエロ本も全然ありになってきてんだよな最近。ワンピースで、うわーなんかなるほど、ね、おもろ。確かにその14歳って考えるとめっちゃおもろいね。その時に大切だったものか。そうですよね。でワンピースもワンピースという服が小田先生が好きやったとかっていうのも、そこが完全に最後親父ギャグっていうゼロではないですよ。要はそう当時考えたことは。確かに確かに確かに。むしろその考察も結構王道目であるっすけどね。あ、そうなんですね。ワンピースはもうワンピースなんだって、ひとつなぎじゃないですか、上と下が。お前俺ちょっとは予想してたんですけど、マジこんなに知ってると思わなかったですよ。あ、僕もガチだ本当に。確かに、ただのガチ勢ですわ。確かにめちゃめちゃそんな詳しいと思わなかったもん。ワンピースに詳しいというか、うん、ワンピースが好きで、うん、さらに考察にも詳しいみたいな、うん、そうですね、こっちまで行ってるんで、はい、結構いろいろ本当バックって知ってますよ。めちゃめちゃすごい、はい、すごいな。巨人族のロキいつ出てくるのかなと思いながら、もうちょっとやめてもらっていいですか。あんまりここの畑はちょっと島の畑をあ、でも王直がシャクヤクっていう説知ってます？俺すら知らないですけど、それ俺すら知らないですけど、何それ知らないですか？俺知らないです。王直っていうそのロックス海賊団にいた、めっちゃ強いって言われてる名の通った海賊がレイリーと一緒にシャクヤク、シャクヤク、シャッキー、シャッキーっす、はい、あ、シャッキー、はい、でシャッキー昔ガープに追われたみたいな話してるから、だからロックスカイドクターだった。なるほど、ね、シャッキーがっていう説あるんですよ。ガープに追われるって相当ですからね。そうなんですよ。確かに確かに。でも確かにロックスカイドクターってなるともうぴったりだもんね。そうなんですよ。ぴったりですから。うわー確かに。俺もちょっと勉強しなきゃいけない。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。というわけでね、ガイランドにモッチー先生のチャンネル貼っておきます。で僕モッチー先生のチャンネルのライブ配信で生放送コラボをします。いやーありがたいわ。だから本当に今回みたいな話、もっとこう深い話っていうんですかね。そうですね、最終章とかにフォーカス当てた話ですね、はい、の考察とかをちょっと生放送中に僕と相馬さんとモッチー先生で足してもらおうと思ってるんで。いやめちゃめちゃ勉強しないといけない。こんな感じなのよ。えもう、そうですよ。確かに確かに、めちゃめちゃ詳しかったもんね。ライブだとチャット欄も来るんで、いやいやそんなん知ってる知ってるってなるんで、あんまり浅い話しちゃう。いや、なんでそんなことないですか。もうあと1週間ぐらいしかないですよ。もっと勉強していってください。いや、やばい。俺も勉強してるんだよ、常に。まあ確かにね、はい、でも奥が深すぎるし、謎が多すぎるし、改善されないんじゃないかっていう伏線もいっぱいあるじゃないですか。そうですね、本当に。これをだからどう話していくかだね。あと最終章がもう始まって、その全伏線が回収がもう始まってる。うわー、もうだから1話1話がもう神回なんですよ。1話1話がもう1話1話神回、ね、プルトンって名前出てきたよとか、ワノ国にあんのかいとか、確かにもうどんどん来るんで。あとやっぱ俺エネル出てきてほしいやな。エネルはやっぱりもう絶対来るやん。エネル、まあ、エネルは、もうほぼ確ですか。エネルを今締めかけてるのにまたエネルは一生続くよ。雷じゃないですか。エネルは絶対出てきますよ。モッチー先生のあれでもあるんですよ、うん、雷がかなり大事なんだよ、あのマキシム。あ、マキシム、マキシムが実は古代兵器なんじゃないかっていう説唱えてるんですよ、モッチ先生。で、ナミも雷の技使うやん。ああ、確かに。とか、全部と絡んでくるんじゃないですか。全部絡んでくる。そう。じゃあ、そうそう、じゃあ後編いきますか。
まあ、こんな感じで、ワンピースの夢は終わらねえと、はい、1人目は終わらねえということで、はい、ネタバレばっかりだったんですよね。確かに、まあ、楽しかったんで、まあ、最初注意書きしとくんで、もう見た人が悪いということで、はい、まあ、楽しまれたら嬉しいなと思います。じゃあ今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、おじいさん、ありがとうございました。本当にありがとうございます。すごかった、これはもうやっぱでも生で聞く考察、また動画の考察とは違うね。これね、本当に俺らが一番楽しんだ神回、うん、本当ですか。確かに、普通に楽しんじゃったもんね、うん、これ見てる人、どういう気持ちか分かんないけど、でも正直、ワンピースを見てほしい、うん、確かに、ね、もっと深く見てほしい、確かに。あと、モッチー先生も見てほしい。いや、少なくとも俺の視聴者、めちゃめちゃ多分楽しい回になったと思う、だから、モッチー先生の動画を50分ぐらい見てからこの動画見たらもっと楽しめるし、そう、そうですね、そう、ヒカルゲームズとかで、でもちょっとそのモッチー先生のちょっと話もちょっと聞きたいけどね、俺、モッチー先生の、あー、ちょっと、サブチャンネルの方でちょっと本当にもうワンピース一旦なしにして、本当のモッチー先生にちょっとフォーカスしたところ、本来ならそれがメインなんだ。メインな逆になってる。まあまあまあ、ちょっとだけ最初本当入りだけずーっとワンピースの話してる。普段の生配信と一緒ですよ。マジでやってること。でもコメント欄とか見ててもそうなんですよ、うん、俺なんて別にどうでもいいですよね、俺のことなんて。いやいやいや、それでも考察メイン早く出せと。もうそれしか言わない。お前がどうとかはどうでもいいから。ワンピースが重すぎんだよ。まあまあ、マジでやばいです、まあ、でもそれは楽しいですもんね、喋ってても。そうなんですよ。やばいな。でもじゃあザブちゃんの方ではちゃんと話す、はい、ちょっと軽くいきます、はい、軽くね、軽く、はい。